とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は最強ヒーローランキングをやっていきます。アップデートで新ヒーローが結構増えたよね。その新ヒーローと昔からいるヒーロー、それを合わせたランキングトップ5発表していきます。それでは早速いきましょう。それでは第5位です。第5位は漆黒丸ですね。漆黒丸、陣平の最終形態なので強いかなと思いきや、そうでもない。実際使ったところね、そうでもないです。まずいいところを挙げると、ステータスが全キャラの中で一番高い、ダントツ高い。ステータスが高いから普通に使う分にはすごい強い、すごい強いキャラなんだけど、必殺技が弱い。必殺技が微妙なのよ。グランドオーダーアースブレイク強いよ。ダメージ99999出せるんだけども、どうしてもね、この単発一発しか当たらない技ってそこまでしかダメージが出ないのよ。それが悪い。3発ぐらい当たる必殺技だったら絶対強かったんだけども、1発しか当たらない。これがね、良くないところだね。でさらにもう一つ言うと、再使用時間が長すぎる。グランドオーダーアースブレイクは再使用時間25秒、25秒経たないともう1回使うことができないので、どうしてもね、火力面が落ちてしまう。それが残念なところだね。火力を上げようと思うならば、グランドオーダーアースブレイクよりも黒き稲妻、ファイナル黒い稲妻、あれの方がいいね。ダメージはアースブレイクよりも若干減るんだけども、再使用時間が17秒なので、連続で使っていける分あっちの方がダメージを出せます。まあちょっとね、残念なキャラクター。もう少し強ければよかったんだけどね。まあかっこいいので使う人は多いと思います。第5位、漆黒丸です。それでは第4位、第4位はディープシャドウゾディアックです。かっこいいよね。ラント君かっこいい。でもこのディープシャドウゾディアック、ちょっと残念な面があるの。それが新必殺技クイーンズブリザード。これね、めちゃくちゃ強いのよ。全必殺技中ほんとトップクラスの強さを誇るんだけども、トップクラスの再使用時間の長さなの。もう一番長い。再使用時間なんと30秒、30秒経たないと次使うことができないので、長いね。30秒はさすがに長い。まあ技のスキルで高速を入れていけばちょっとマシになる。でもね、2、3秒なのよね。高速4つ入れればね、まあ6秒ぐらい減るんだけども、ちょっと高速入れるなら別のやつ入れた方がいいなってことで、残念。本当にね、必殺技の再使用時間が20秒ぐらいだったらもう最強キャラって言ってよかったんだけども、ちょっと再使用時間で第4位となってしまいました。でもまあかっこいいし強いので使う人は多いと思うよ。俺もたまに使うのでおすすめのキャラクターです。4位、ディープシャドウゾディアックです。それでは第3位、第3位はアースウォーカーです。アースウォーカーはアップデート前も結構な強キャラだったんだけども、アップデート後さらに強くなったよね。何が強くなったかって、必殺技が増えたこと。ネコスカドライブがとにかく強い、とにかく強いのよ。あれ、攻撃力もあるし、さらに敵を吹っ飛ばす、で吹っ飛ばした時にポーズを取れるので
いろいろといいことがある、めちゃくちゃあるね。でさらにネコスカドライブは再使用時間が22秒と、まあぼちぼちの短さなので使いやすい。うん、まあ今まではネコエンドが一番良かったんだけども、まあ全然ネコスカドライブが強くなったね。うん、ということで第3位アースウォーカーです。これ間違いなく強いよ。では第2位はブルームーンです。いやー、やっぱりねブルームーンは外せないよ、強い。まあ何が強いかって、やっぱりブルーストリームがあれ必殺技の中で一番強いんじゃないかっていうぐらい強い。うん、あれね必殺技の威力もあるし、再使用時間が13秒とめちゃくちゃ短いのよ。なので連射ができる。最初のやつを打って他の3つを打ち終わる頃にさらに最初のやつがもう溜まってるので連発できるのよね。うん、なら1位でいいじゃないかと思うんだけども、1位じゃないのよ。必殺技ね連発できるけども、敵が強くなった分連発してるとやられちゃうのよ。うん、ガツッと食らってやられちゃうので連発ができないということで、ちょっとね、前の評価より下がって第2位です。でもめちゃくちゃ強いよ。俺もよく使うけども雑魚戦では一番強い。ただボスで必殺技が連発できなくなったっていうところで2位です。でもめちゃくちゃ強いブルームーンです。それでは第1位はアースウォーカーノアです。3位に入れてたアースウォーカーの単純な上位だね。ステータスがアースウォーカーよりもぐっと上がってるのがアースウォーカーノアで、必殺技も同じくネコスカドライブが使えるのでめちゃくちゃ強いです。ボス戦でも強い。あ、ただね雑魚戦ではちょっと残念かな。このネコスカドライブについてるスキル、敵をぶっ飛ばすってやつ、あれがね雑魚戦ではない時の方がいい。ぶっ飛ばしちゃうと最後までダメージが入らないので敵を倒しきれない時がね結構あるの。なので雑魚戦ではちょっと微妙だけども、ボス戦ではネコスカドライブはめちゃくちゃ強い。まあダメージももちろん取れるし、敵の必殺技を潰すことができるので、パーティーでねアースウォーカーノアを4人集めて全員で交互にネコスカドライブを打っていくと敵に何もさせることなく完封することができるんでめちゃくちゃ強い。まあそこまで揃うことはないと思うんだけどね、まあ間違いなく強い、多分ダントツの性能だと思います。第1位アースウォーカーノアです。はい、ということで今日は最強ヒーローランキングやってみました。まあ5位から1位こんな感じですけども、どうでしょうか。まあ他にもね新ヒーローいるけども、どうしてもこの5体に比べるとちょっと残念なんだよな。必殺技はね単発のやつが多すぎてダメなんだよ。必殺技せめてね5、6発当たるやつがいてくれればもっと違ったと思うんだけども、まあ今回のランキングはこんな感じです。ということでまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画、そして妖怪学園の動画も出しております。チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。